では、準備が整いましたら決勝トーナメントの方を始めていきたいと思います。大丈夫ですかね。もうちょっとお待ちくださいね。大丈夫ですか。はい、 OK です。じゃあ始めてください。では、94の部、決勝トーナメント、8人による決勝トーナメントですね。第1試合が、サキさん対カナさんという形になります。実況は引き続き、お札と、解説は食さんの方にお願いします。はい、お願いします。さあ予選、自分カナさんとやったんですけども、あのダイモンがちょっと手がつけられなかった感じなんですよ。そうですね、無双してましたね。ズネさんもやるんですけど、あのコパンからの天地返しをあの仕込むやつですか。あ、はい、毎回毎回どうしても対処できないんですよね。そうですね、そのまま黙っても投げられちゃいますからね。そうですね、下手にで動こうとするとジャックパンチが刺さって天地返しみたいな、 あれ本当投げはめ禁止にしてよかったなって自分で言ったさあこれはジャックが、あーっと、あと一発入ればビヨったかな。さあ、ね、しかしユリは体力的にだいぶリードして最後ケツでとどめ。やっぱ自分の女性格闘チームよりサクさんの女性格闘が強いですね。さあダイモンをここで仕留められたのはかなりでかいですね。でかいですね。自分はあの3人目のキングのギリギリまで追い込まれましたからダイモン処理にサキさんはあの女性格闘チームで、あの私のはあのレズビアンチームですのでちょっと違うんですね、あの性能が。これはあーと一発足りない。あーっとこれビヨったか。ビヨりましたね。さあ美味しい、あーっとサイファーまでは入らない。さあしかし草薙今日の体力もだいぶ持ってかれてる。さあ94の草薙今日も自分なかなか強いキャラだなと思うんですけども。そうですね、いやかなりバランス取れてていいキャラだと思います。さあユリがなかなかの快進撃を見せて最後のベニマル、でもこのベニマルですね、ちょっとユリがきついかな。うまい。そうですね、やっぱこうなっちゃうんで。そうですね、ジャンプが緩いせいで。ああ、うまい。ここでビンタ。さあガーキャンを意識して途中で止める。あっとこれはちょっと欲張ったか。ちょっとビンタが出なかったですかね。出なかったか。あ、でもカナさんが今反応してても、ビンタは入ったはずですね、今の間合いだと。単純にコマンドをミスったか。さあしかし前が、前とベニマルどうですか、食感的に。これはまあちょっと体力リードしてる方に分があるかなと思うんですけど。あ、そうですか。あ、これは牽制で振った B が刺さって、サキさんが 3-1 で準決勝に進出という形になります。いや強いですね。あ、そうですね、次 Q さんですのでコンパネの変更をお願いします。 Q さんの試合を開始します。これは9号勢同士の対戦という感じですかね。いや、あのガロボさんは9号勢ではなくて、ガロスペの方が本部って、ガロスペ勢ですか。あ、恥ずかしいですね。すいません。いや、あの9号も9号とかも結構やってる姿を見るんで。あのガロボさんはあの何でもやります。あ、まあ、うん、確かに基本的に。そうですよね。なんか前何でしたっけ、ファイターズヒストリーダイナマイト。あ、ダイナマイトもあの全国2位という。あのサムチャイです。サムチャイで全国2位を。なるほど。で、ジャンピー側が Q さんの、ジャンピー側があのガロボさん。さっき Q さんの龍子チーム、あのターメキャンでもうガンガン押していく龍子だったんですけども。これガロモさんはこれ俺怒りがちょっと辛いかなと思うんですけども。まあそうですね、まああのやっぱり龍子の方がちょっと有利かなって感じがしますよ。絶対的な差ではないでしょうけど、まあそれに加えて今回ちょっと投げはめは禁止になってますので、まああの僕は怒りのはやっぱり投げはめなくても強いですよ。そうですね。じゃあこれは美味しい。
うまく立ち回りながら、まあ、小足刺して連続技ですね。連続技狙いますね。はい、あ、そうですね、ガロホーさんは前回の池袋の大会で94と95両方優勝という輝かしい成績を残したんですけども、まあ運だけで勝ったと言われてもしょうがない展開ですね。運ゲーなんですか。あの確か前回1回戦でガロボーさんと当たって僕見事にやられたんですけど、あ、ちなみにその前回の94の大会の決勝戦私とガロボーさんだったので、ただ単に予測が弱かったっていう結論もあるんですけど、なんで予測が決勝まで行ったんだみたいな。あのガロボーさんと私の付き合いがもう10年以上立ってますので、自分の動き全部読まれてるんですよね。なのに俺はガロボーさんの動きが読めないという多分脳の作りが違うんですね。自分はあの単調の動きしかできないんで。さあ気がつけば Q さんの拓磨が、これはひょっとしてリュークランブのコマンドを間違った。いや違いますね、 Q さんはあのリュークランブ嫌いだから。すいません適当なこと言ってますけど。さあこれでなかなかいい勝負になったかな。さあタメキャン、うまい中段。これ Q さん練習してますね多分今回は。そうですね、前回は Q さんが95で優勝してますので、もう94も取っちゃおうみたいな。前回言ったのは前回のバーサスの大会ですね。そうですね、はい。ただ個人的には94と95は違うんだぞっていうところをちょっとね。まあそうですね、やっぱりあの僕ずっと94ばっかりやってきたので95やってみると、うわなんか全然動かないなと思ったら、ね、94と95似てるけど中身は全然違うゲームなんですね。違いますね、別物ですね、はい、自分もちょっと94と95さっき交互にちょっとのじ合いやったんですけど、わけわかんなくて。やっぱりやるならどっちかで絞った方がいいですね。挑発もそう違うし。さあガロボーさんのハイデルンがなんとか巻き返して、これは空振りの時間か。さあ様子を見て動かない、これは空振り狙ってますね。まだスコンブリンガーが、あっとしっかり溜めている。もう一回やっぱり出した。あっとこれは読まれてる。さあ Q さんが逆にちょっと追い込まれてるんだけど、おー、ムーズラ出す。さあ体力はもうないぞ。ガロボーさんは、あー、やはり実力ですね。運ではなかった。またガロボーさんと当たっちゃうんですか。あ、そうですね、準決勝はガロボーさんとサキタになりますね。では第3試合が通常投げを捨てて選んだ 2Pトラップショットを決めることはできるのか。で1回戦最初はダイモンバーサスユリ、なんか朝からこの組み合わせ多いですね今日は、まあ、ダイモン対ユリっていう。いやあのユリが一番相手しやすいのがダイモンだっていうのは一応あるので、相性的にそうですね。あの予選の時に言った通りの感じです。はい、まあ、ベンマル対ユリとかだとあの割とユリ側がどうしようもなかったりするんですけど、はい、まだダイモンはいける方かなという感じで個人的に考えてます。なんか見事な尻のフィニッシュ。結構勇気のいる行動ですよね。まあ、あのあれなんかしゃがんでる相手に当てるとダウンするんですよ。ダウンしないんで、しないんですよ。だから特定の当て方しないとダウンしないんですよね、はい。まああのあのジャンプリーとかと同じで、はい、しゃがみガードに当てるとダウンしないみたいな感じだと思います。中断の意味がないんですね。いやあのやるとしたらもうあの最後の悪あがきしかない、とどめしかないですね。あー、ため切らしたもののちょっと遠いからやり払いが繋がらない。そうですね、やり払いは結構繋がりづらいんで、まあ、ここでオールクラマとか出せればいいんでしょうけど、はい、まあ、勝ちくらいなのを確認するのは難しいですね、はい、ここはうまくダッシュヒンター決めた、はい、ここはお決めでが確定したのか。これ最後は台で出したんですかね。燃えたろ。いやなんかどっちの反撃確定だったかもしれませんけど、個人的にゲームエストの時代と違って一番評価が上がったなと思うのが前なんですけど、ですね、94の当時から前が下から2段目はないだろうって僕は思ってました。これ、まあ、94の時はそんなに対戦してなかったんですけど、まあ、レイドステーションで出て触ってみた時に、はい、これは抜けちゃ強いだろう、まあ、最高位はないにしてもすごい強いだろうと思ったんですよね。あんなぐらいかなと個人的に思いました。
でやっぱりこの組み合わせだと今日の組み合わせは何度も言ってるように高見台盤に全部落とせるし、はい、サメちゃんミスか。で、まあ強化はどうやって勝っていくかっていうと、なんとかして無理やりでも転ばせて押し攻めで一気にとどめをさせるのが前相手にするときの必勝パターンだと思います。はい、細かいダメージ取っていったものの、やはり守りきった予策さん、これを押し切るのか。で、まあベンジマーリング前にも、前は、まあ、全く効かないわけじゃないんで、はい、はい、まあ、通常技で押し切るって感じですね。先ほどの試合からしっかりと地上フットマスの足元無敵を利用しているホウさん、はい、まあ、これでなんとか押していければこのゲームの回復量多い、壊すから回復量多いって言おうと思ったらこの展開、これは結構与田さんいい展開になってきましたが、しかしなんか、なんかあんまりいい技、いい技がないチャンスで、はい、なんかラスが届かないみたいなことが多いです。そうですね、はい、あ、これは、うわこれは、赤いまんまか。赤いまんまですけど、勝訴しない。さあ、雷光拳が決まればって話ですけども、昔の知識からすると、ただなかなか決まるもんじゃないですね。雷光拳が勝訴決まるもんじゃないんで、はい、近距離しかしゃがんでない手に当たらないとか言って絶望しました、はい、久しぶりにやって。だから95になってからなんか、はい、大パンチにグラフィックに変わって当たるようになって、うわ、なんか相当強くなったっていうのはありますけど、あー、これはまさかの父さん見事にまくった。与作さんやっちゃった。あんまりそこで勝てると思ってとかそういうのはフラグになっちゃうんで、もうしょうがないですね。で、1P 側 の、 ブラジルがイタウさんで、 2P 側 の、 イタリアがバニラさんですね。はい、またこれはテリー3人一気にまくってしまうと、僕が予選の時に一気にハマってしまったパターンです。逆にでもこのアルフでテリーを倒しておければもう第2試合展開が変わってくる気がするんですよね。まあ、アルフとは言わずに早めにテリーを止めることができればって感じですね。そうですね。大パンチがうまいことさらに、これはバニラさんが辛い展開ですね。やっぱりイタンさんは他の KOF シリーズも全部ありますので、はい、戦いの読みというか本当丁寧ですよね。怒りチームこれは大きい。テリーを潰したのは大きいぞ。ただバニラさんもね、ジョーもアンディもタメキャン駆使してすごいコンボ持ってくるんで、まあそうですね、まあ爆発力は全くないわけじゃないんで。しかしこの板尾さんのラルフがいい仕事しますね。いい仕事しますね、本当にこれは、はい、大パンチと振り飛ばせ、ブン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 。うわ、さあバーニャさんはジョーのタメガン入れたピヨリからピヨリみたいなのをねよくやるんですけども、そうですね、アップ近距離立ちコパン使ってそれが出せるかどうか。さあ板尾さん的にはジョーも倒したいとこだったんですが、いやただこれはラルフが相当いい仕事しましたよ。そうですね、十分ですね。クラークもさっき見たく、まあ、大パンチ大キックでブンブンやっていけばまあいけるんじゃないかなと。そうですね、ジョーは意外となんか適当に振っても食らってくれるみたいな。それはですね、やっぱり基本的にジョーはリーチが短いんで、はい、クラークの牽制がほとんど刺さるという、リーチ差はあまりにも大きいですね。さあこれでちょっとバーニャさん苦しくなったが、さあバーニャさんはネット対戦でよくやるコンボがあるんですけども、それをここで出せるかどうかですね。なんだか板尾さんに対してこれは議論しないんで企画になりうるっていうことを言ってましたけどね。ここで出さずにいつ出すんだバーニャさん。これだ、ああ惜しい、弱足からタメキャンで寄らせるパターンですね。さあこれは刺さる。弱足からパターンに目押しでいきなりそこからタメキャン残影剣みたいな感じですね。さあしかしこの体力差がちょっときついか。これです、イタウさんは本当に弱刻みがうまいですね。まあ
コメントの方にもラルフの技の振り方がうまいなって書いてありますけど、ラルフのラルフのなんか技の振り方がすごいうまいですね、やっぱり。さあ、バニアさんがこれはきつい、残影の対処もしきる。ここはジャックが刺さって 3-1 でイタウさんの勝利。さあ、前回優勝したバニアさんですが、ここで、あ、どうも、予作組へようこそ。